皆さんどうもこんにちは、ローズストーンです。今回は11月24日にリリースされた千獣士ロードナイトのリセマラ方法とおすすめキャラをご紹介します。プレイヤー名と誕生日は後からでも変更できるので、ここは適当でも大丈夫です。ストーリーとムービーは自由に操作できるようになってから、メインストーリーのプロローグからいつでも見直せるのでスキップしましょう。その後約1ギガのデータダウンロードが入るので、必ず Wi-Fi に接続されていることを確認しておきます。ダウンロード後に始まるチュートリアル戦闘もスキップして時間を短縮。その後、士官学校で待つ仲間をガチャで入手できます。このガチャでは必ず星さんのキャラクターが輩出されるため、ここが第1のリセマラポイントとなります。おすすめキャラクターは第2のリセマラポイントとともにご紹介しますので、早く見たい方は概要欄のタイムスタンプから移動してください。ちなみにここでは星さんは1枚しか出ないので、このガチャで複数枚狙うことはできません。メインストーリー8話までチュートリアルが続きます。途中のバトルからは2倍速モードが使えるようになっているので、少しでも早く終わらせたいマスターはオンにしておきましょう。すべてのチュートリアルが完了するとタイトル画面に戻るので、残りのデータ約 300MB をダウンロードします。その後ホーム画面に行くと自由に操作ができるようになるので、プレゼントボックスからローズストーンを受け取ってリセマラを行いましょう。配布されたローズストーンを使うと10連を1回回せるので、ここが第2のリセマラポイントとなります。現状では星3カードの中で強さに大きな差がないため、第1ポイントでリセマラして推しキャラのカードを狙うのがおすすめです。どうしても星3カードを複数枚欲しいという方はこの第2のリセマラポイントを使いましょう。ただし星3の確率が 2.475% という点に加え、33体の中から狙ったキャラクターを引くのは至難の業。一応リリース直後の情報を元に攻略班が役割ごとのおすすめキャラをまとめましたので、頑張る方は参考にしてみてください。なお、ガチャ結果が気に入らない場合はアプリをアンインストールして再度ストアからダウンロードする必要があります。リセマラを続行するか迷うほどいい引きができた場合は、各種アカウントと連携して取っておきましょう。ここまでのリセマラ方法を一覧でまとめましたので、お手数ですが一時停止してご確認ください。なおリセマラが終わった方向けに、アップメディアでは序盤の効率的な進め方、育成要素まとめ、バトルシステムと戦闘のコツなどの記事を作成しておりますので、ぜひ概要欄にあります攻略域をご活用ください。以上、リリース直後の情報を元に作成したリセマラ方法でした。本日の動画はここまで。また次回の動画でお会いしましょう。またね。